王将行ってみますか。王将行ってみようか、はい、やってるかな。アイドリングタイムになってなかったらいいできるな、うん、多分投資でなってるはず。うん、魚宗半平茶屋つ名物ってなってるけど聞いたことないんやけど、うん、つ名物って書いてあるけど、つの名物多少知っとったつもりやけど聞いたことないけど、丸勝やったらわかるよ、白子の、うんうん、あれやったら、ああ丸勝な、丸勝水産聞いたことあるし食ったことあるってなるけど、魚宗半平って聞いたことない。あの階段使う人おるんかな。前の階段。いや、いるんじゃないかな。いるのかな。でも、うん、まあ、今ここを使う授業通るんでるだけあるんだ。ここを通ってもこっち側しか行けずにここを渡るか。うん、ね。かなり微妙じゃね。確かに。こっちの方のイメージが強いもんな。本来は向こうの旧市街地の方が市街地やけど、まあ、リニアできたらまた今度は井田川の方がどうなるんやろうね。多分井田川の方になるんじゃないかな、うん、で山地域あるけどなんか、うん、まあ、インターンもありだけどね、あのパーカーぐらいので、うん、下の瀬はないでしょって、うん、まあどっちにしても全部静岡の県知事次第から、うん、本当の川勝原田さん。なんだろうね、どっかのあれで動いてんのかなっていう気はするけど、ね、多分なんか、うん、黒幕が多いんだろう。まあ、もともとね、野党系とかあれでしょ。うん、だからあれだけど、だで国の動き方も、まあ、良くないね、うん、ちゃんとやらせる気本当にあるのっていう気がするぐらいのレベルだもん、うん、まあ、結局あの国会制度の問題もあるんだけど、今のあれ、やってんじゃない？いや、どうだろう、いや、あれ、閉まっとるかな、今。あ、いや、じゃあ3時から5時まで準備中。そうなんだ。あ、3時から5時か。ここなかなかやろ、うん、どうする。吉野家行く。吉野家でもいいし、ね、500円分おごたるよ。あ、マジで。あの株主優待券めっちゃ余ってるから。あ、マジで、うん、じゃあ吉野家行くか。吉野家行こう。結局ここに吉野家で食うんやな。そうね、入ってきた。あ、ここ唐揚げ扱ってる店なんだ。ああ、そっか、西条とかないのよ、うん、唐揚げが。ここで唐揚げ定食、あと四日市駅前の吉野家で唐揚げ定食食ったけど、うん、まあ普通に美味しかった。うん、うん、どこが唐揚げだといいんだろうね。うん、まあ、言うて中尾食うかな。中尾聞かないな、うん、唐揚げを食うってなると。あ、そうなんだ。ここがそんなにないやん、うんうん、中尾は本当にこう 1年以上行ってないと思う。そんなに行ってない、うんうん、案外ね、ハズとか玉垣とかあるけど、うん、あ、行くことないな。あ、確かにわざわざ行くってなるとあれ。なんかうちも確かに行く頻度落ちた。あの、うん、あそこのインターのところがさ、インターっていうかあの小室の、うん、あの米山街道のところ、はいはい、あそこが24時間営業じゃなくなっちゃったもんで、人手不足でね、それで一気に、めっきり使う機会減ったけど。よし、
吉野家やつ吉野家心もよし、体も吉野家や。いつ以来やろ、うん、1日以来や。てか再生になってるからこれあれかな、うん、あのカウンターで注文するタイプのところかな。あーかもね。よし、吉野家行きましょう、うん、さあ食べてきましたけどね、もういいや、もうやる気ない、これもうサブチャイ本当に使うかどうかわかんねえもん。なんか使いで話が多すぎて切るのなんかめんどくさくなりそうだもん。うん。でことでね、また、亀山のね、吉野家でね、牛すき鍋コーデンだったっけ、うん、ダブルで大盛りにしちゃって食っちゃったよ。またテープまっしぐらだ。ということでね、満足もしたし、まあもう亀山なんでね、もうあとはもうちょろちょろとね、家に帰ってくだけになるんで、特にもう映すものもない。今ですらもともとなかった気もするけど。うん。ってことなんで、ここら辺でもうね、止めてね、もう普通に帰って動画の編集に回りたいと思います。ということで、果たして何だったんだ、この動画何なんだ、趣旨は。わかんない。何もないよ、多分。うん。タイトル困ってるもん。なんだ、このタイトル。ただの雑談とかそれぐらいしか思い浮かばんもんね、もう部屋、うん、何だったんだろうね、よくわかんないけど、まあとりあえずまあ満足できたからいいや、はい、楽しかったね、何やかんやといてね、うん、こうやってカッコつけて出かけると何かが起こるということでね、うん、やっぱ動くことは大事だということがね、人生の教訓になったんじゃないかな、はい、誰がこれを見て人生の教訓学ぼうと思うんだ。わかんないけど、まあそんな感じでやってきました。まあ美味しかったし、美味しくいいご飯も食べてたし、うん、帰ってまでは、例の唐揚げ弁当とカニカマのレビューをやって終わりかな。あとかあれもやらなか、動画編集やらなか、うん、頑張ります。じゃあこの動画は以上で終了します。ご視聴ありがとうございました。なんだこれ、うん、あくまでも温泉のあれとはまた別なんだよね。別だよ。温泉の続きのやつの終わり。続き、温泉の続きから、うん、もう一本なんか雑談動画を。になってんのかな？どうする？どうやる？意味がわからんよ、本当に。うん、まあいいや。うん。そういう感じです。まあ、これの動画が上がってるっていう時には、うん、何かしらまとまってるはずなので、こうなりましたと。でも、見たくないけど。はい、はい。ということです。以上です。ご視聴ありがとうございました。